型式番号 MSA005、 可変モビルスーツメタス。ティターンズ崩壊後、アーガモの損耗は予想以上に激しいことが分かった。百式ガンダムマーク2は大破しており、ゼータガンダムのパイロットカミーユは心神喪失状態。これ以外で即戦力となるのはファーユーディとその愛機メタスだけであった。アクシズの進行に際し、ファーユーディは引き続きメタスに登場。ジュドーのゼータガンダムと共にモビルスーツ戦を行う。ガルス J、ズサ、ハンマハンマ、次々とアーガマを襲撃するアクシズのモビルスーツ。メタスは身軽なボディと変形機能を生かし果敢に応戦した。アクシズはティターンズ、エウーゴが潰し合い戦力を失った後にアーガマに戦いを挑んできた。ファーユイディと共に激戦を生き延びたメタスはその最新鋭機を迎撃、優れた戦いぶりを見せたのであった。